ロジャー・クリスチャンは、ミネソタ州、ワーロード出身のアイスホッケー選手。1960年のスコーバレーオリンピックで、金メダルを獲得した。スコーバレーオリンピックではソビエトが2-2で引き分けた、スウェーデン戦で3得点を挙げている。また金メダルを決めたチェコスロバキアとの最終戦、第2ピリオドまで3から4と、リードをされていた試合の、第3ピリオドに3得点を挙げて、 金メダル獲得に貢献した。地元のアマチュアチーム、ワールロードレーカーズで1955年から1974年まで20年間プレーし、引退した時彼の背番号7は永久欠番となった。現役引退後は、スティックや用具メーカーである、クリスチャンブラザーズを設立し、数百万ドルの財産を築いた。しかし1990年代に入ると、 巨大メーカーとの争いで経営は厳しくなり工場は閉鎖された。2009年コロラド州デンバーを本拠地とするハロ、シャよりミネソタ州でのクリスチャンブラザーズのネームブランドが評価され買収された。1989年にアメリカ合衆国アイスホッケーの殿堂入りを果たした。2011年ノースダコタ州グランドフォークスで死去。 弟のウィル・クリスチャンもアイスホッケー選手で、スコーバレーオリンピックで共に金メダルを獲得した。老いのデーブ・クリスチャンもアイスホッケー選手で、1980年のレイク・プラシットオリンピックで金メダルを獲得した。ありがとうございます。